八塚衆院は、阿波戸田藩の第三代藩主。後、徳島藩の第六代藩主。徳島藩第五代藩主、八塚綱則の四男。母は、安西作在門の娘、か。署名は聖院。通称は沖当初、兄義武が、阿波徳島藩の正師となっており、聖院は、阿波戸田藩主、高市長の養子になった。 聖徳四年十一月十六日、養父、高市長の死去により、富田藩主となる。教法三年二月十五日、将軍、徳川義宗に、おまみした。教法七年十二月十八日、十五石田沖上に除任する。後に、淡路守に改めた。教法十年七月四日、長兄、吉武が創生したため、宗家に戻って、生死となる。このため、 富田藩は所領を徳島藩に返納して廃藩となった。同年12月7日、14位下に昇進し、将軍、徳川義宗の返旗を受けて、総院と改名した。後に自重に任官した。教法13年1月23日、父、綱則の隠居により、家督を継いだ。教玄寺の墓所教法20年6月7日、死去。教年28、次男、 文太郎は幼少だったため、一族から宗英を養子に迎えて、後を継がせた。ありがとうございます。